どうもはい、ですね、国道ちょっとうるさいんで、僕もうるさいですけど、それました。中入ってきました。もうここは、でもガラガラ聞こえますからね。どちらか一緒ですけど。こっちの方がね、ちょっとね、いいっすね。その京都の街並み的なのはちょっとないかな。まあ、ひたすらとりあえずまっすぐ行くんで、上に。でもね、多分川渡んないといけないかな。どうなんだろう。なんか京都っぽいの、京都っぽいのないっすね。京都っぽい。あ、京都は京都っぽい。京都っぽいありました。京都市広報版。京都っぽい広報版ですよ。あ、日本人形。京都っぽい。あ、これはなんか京都っぽいんじゃないですか、建物的に。あ、これなんかおしゃれですね、この作り。ここおしゃれ、京都っぽい。平屋でいい。あ、でもなんかこの路地いいっすね。この路地はいい。猫ちゃんがいそうだな。こういうのいいね。こういうの、ちょ行きましょう。こういうの良くないですか。こういう路地、めちゃめちゃ結構狭いみたいな。あとね、ちょっとね、こっちの行った理由が、この無料インターネット付きっていうね、賃貸物件。YM ですね。YF じゃないな。YF ではなかった。ここね、無料賃貸物件、インターネット付きらしいですよ。無料でインターネット物件。あ、これちょっと京都っぽいですね。あ、これ京都っぽいわ。今日はあれかな、せっかく京都来たから、京都の夜を歩いて、あ、今日連泊という、京都に連泊という手もありますね。ちょっとどうしようかな。京都の街並み、多分夜とかいい感じじゃないですか。セミナーやるとね、僕疲れちゃうんですよね。セミナー結構パワー使うんで。セミナーですよ、今日。これ10分刻みに動画何本？今4分か、よし。さっき15分撮っちゃったからな。10分刻みで1本にします。30分だと3本ですね。今10時半ぐらいか、11時からなんで、まあ11時までは間に合うと思います。ここもなんかオシャンティですね。あ、これホテルなんだ。ここホテルらしいっすよ。なんかね、ホテル調べてたら、なんか若者に人気みたいなね。若者に人気で、なんかそのシェアハウスホテルみたいなのがあって、ちょっと面白そうだなと思ったんですけど、俺はじゃあさ、今年37やしなみたいな。37のおっさんがどうなんだろうみたいな、ね、いやでもね、多分ね、外人とかいたらね、多分 YouTube 一緒に行けると思うんですよね。結構外人乗りがいいんで、 YouTube みたいな。
おイエーイみたいな。いやでも雨降らなくてよかったな。雨降ったら動画マジ撮れないですからね。機械損失ですよ、機械損失。京都まで来て、そう、この前ねちょっとね反省点があって、あのこれ47都道府県セミナーなんですけど、埼玉セミナーちょっと反省なんですけどね。埼玉セミナーはその出版記念セミナーっていうことを言わなかったんですよ。なんか本当にカメラセミナーになっちゃって、まあ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 、そこちょっとあの補足で言いますよ。本も持ってきましたからね今回は。だから前説でしっかりとね、出版記念セミナーですよって言わないと何のセミナーか分かんないですよね、マジで。ね、いや本当埼玉セミナーはちょっとね、しくじり先生ですね。てか暑いなこれ。会場着くまで汗かいちゃうね。でもなんか今年は全然その晴れない、日照時間が少なくて農作物がよろしくないらしいですよね。ハゲハゲ、僕のハゲが。やっぱね、あのハゲはね、髪の毛が長くなるとちょっと揺らぐとバレるっていう。揺らぐとバレますよね。わかめみたい。いやいや、果てしないね。果てしないですよ。あ、ペイペイが使える。ペイペイ、ペイペイが使えますね。昼飲み、土日祝日限定。昼飲みもいいかもしれない。あ、昼飲みできねえわ。昼飲みできないですね。昼飲みするとするならばあれですね、もう一泊です。まあでも一泊は無理だな。明日11時からだから、こっから神戸、こっから神戸はダメで1時間半ぐらいかかるんじゃないかな。今日移動ですね、もう神戸無理だ。明日もセミナーだからね。8分。そう、あの京都ね、そう京都すね、あのアニメーション会社ねの放火すごかったですね。33人ぐらいお亡くなりになったっていうね。やたらすごかったですねあれね。何が起こるか分かんないですよ本当に。世の中いつ死んのか。でもその丸焼きはちょっときついっすよね。丸焼きはめちゃめちゃ痛いでしょ絶対。痛いというかもう丸焼きっすよ。いやでもね、豚さんとか牛さんとかもね、あでも生きた状態で焼かれるってきついなね。
まあ、ちょっといきなり重い話になっちゃいましたけど、京都、京都ですから。いや本当にね、なんであんなことしちゃうんですかね。なんであんなことしちゃうんだろう。なんですかね。火の用心でございますよ本当に。まあその事故とかだったらしゃあない部分あるかもしれないですよね。あれ完全やらかしてますよね。あ、そうそう、あのそのブラックジャックっていうアニメがあって、そのブラックジャックでその人は必ず死ぬのになんで助けるのかみたいな、そのなんかそういうね、僕ブラックジャック見てないんですけど、なそのなんか手塚治虫さんかながそのアニメを通してそのなんかその訴えてたらしいんですよ。でもその話聞いた時に確かになと。病院ってまあどうせ死ぬのに助けるじゃないですか。そう、どうせ死ぬわけですよ。どうせ死ぬけど助けるっていうね、これはなんか不思議ですよね。だって助けてもまた死ぬわけですよ。あ、医者っていうのはなかなか、医者という仕事もね、なんか例えばさ、おじいちゃんとかおばあちゃんの手術とかもあると思うんですけど、じゃあその手術して助かったとするじゃないですか。で5年後に寿命で死ぬとかするとするじゃないですか。まあでも5年で、じゃあ例えば5年でそのおばあちゃんおじいちゃん何を得たのかっていうね、難しいっすよね。あ、僕もうね、僕ねぶっちゃけ60まで生きればね、まあ本望ですよ。もう60がサポート終了なんで、60歳がねドリームアカデミアのサポート終了だから、それまでやったらもういいだろうみたいな、仕事したみたいな。60まで、まあでも20、あと27年か、23年、23年後もね、フォローアップ勉強会やってると考えるとすげえな。あと23年ですよ。そうそうそう、あ、すげえ本格的なマイク持ってましたね。本格的なマイクを持ってました。お、12分経ってるじゃないですか。一旦終わります。